丈夫、もう問題ないわ。ああ、そいつはよかった。ただ何度も言ってるが、俺の頭が平気かどうか確かめる必要はねえ。だってあんたが悪いことした理由を考えないと。精神状態がおかしかったっていうのは理由になるかな。え？どういう意味だ？そんなに悲観的になる必要はないわ。それにしても敵の本当の目的がドリームリーフだったなんて。二人がバナーネブで体験したことが何よりの証拠ね。あなたたちのおかげで陰謀は一時的にだけれど阻止できた。だが状況は依然として厳しいものだ。すまない、実は悪い知らせがあるんだ。いい知らせもあるよね。残念だがいい知らせはないな。そっか、じゃあ最悪の知らせがないだけマシって思うことにする。変化は今も続いている。ドリームリーフの猿の数がどんどん増えてるんだ。あの猿は十中八九ここに住んでいた人たちだろう。私が感じ取った通りね。ドリームリーフを覆う雑音はまだ消えていないわ。ああ、誘惑と言うべきか誘導と言うべきか、あの雑音は人々の心の隙間に入り込んだ。信用できるハウンドにバナシスタントを見つけ次第排除するよう頼んだのだけど、焼け石に水かもしれないわね。ミカさん、ここにいるメンバーの中でドリームリーフに一番詳しいのはあなたよ。何か案はないかしら。時間がないから単刀直入に言わせてもらう。ドリームリーフではバナシスタントたちが密かに活動を続けている。猿になっていない住民を見つけては深淵に引きずり込んでいるんだ。二人が手を貸してくれればきっともっと時間が稼げるだろう。そしてロビンさん、あんたこそこの危機を乗り越えるためのキーパーソンになるかもしれない。だがあんたに助けを求めるということは、最悪ドリームリーフとファミリーの境界線がなくなってしまうことを意味する。この先のドリームリーフがどうなるのか、正直確かなビジョンが欲しい。なるほど、分かったわ。それじゃあブートヒルさんと美月さんは行動を開始してちょうだい。二人の行動が終わる前にこちらも決断を下すわ。ドリームリーフの原則に背くことになるからこそ俺はためらってるんだ。モンタナ、待って、気をつけて。美月さん、よかった、モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。ちょっと、まだ話は終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七死人のジョーちゃん。猿以外の演者に会えるとは嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんたロビンの仲間か？いや違えな、メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。
ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言うやつは別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。何の伏線もなかった私の登場は君にとっていささか唐突なものだったろう。普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。道理であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんた、ここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間も私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難を乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことかわかるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんだ。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。私自身自分の登場方法には満足していない。だがきっと君のパフォーマンスがこのシーンをさらなる高みへと押し上げてくれるだろう。あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ何が入ってんのか見てみようじゃねえか。キューティー大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さてそろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー、この場所はファミリーの助けが必要なほど落ちぶれちゃいねえ。わかったわミカさん、私も最善を尽くしてみる。待て待て、今何の話してたんだ。あ、ブートヒルさん、外の状況は。ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえね。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者でドリームリーフのリーダーじゃないからな。住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか。いや、自分の在り方を追い求めてここに来た人たちが自我を消して幸せになることを望んでいるとはとてもじゃないが考えられない。
仮に住民たちが自分の意思で破滅に向かうのなら、それを止めるつもりはない。だがそれは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そうくなくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるなら、それも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら、彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれれば、ドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると簡単なことではないわね。さらに重要なのは、ドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしても、ピノコニー最後の自由の地はその名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからはあんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。見ろビッグスター、ドリームリーフで合唱大会を開くにはこの方法しかねえ。これは詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない。音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救った奴もいれば、泣いただけで相手を倒した奴もいる。今度は俺らの番だ。気球存亡の時、一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえぞ。今あっちでパーティーやってんだ。相当弾けるやつだぜ。興味ねえか。話はミカから聞いてる。ファミリーのハーモニーに加われ。クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか。そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく行ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前チンピラを見るのは初めてか。俺はミカとは違え。マジで撃たれないと思ってんなら、その考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の王が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。ああ、俺は忠告してるわけでも、上から目線でアドバイスしているわけでもない。ただみんなが思いつかなかった選択肢を提示したいんだ。自分を救うかどうかは自分たちで好きに決めればいい。順調そうだね。邪魔すんのはやめとくけ。兄ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからな。カウボーイ、
あの時の、まさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。お、誰が来たかと思えば。あ、ずっと探してたんだよ。どうだかな。まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。って、ちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ、別の方法を思いついたからな。つうか、そっちはどうなんだ、用事は済んだのか。私もできるだけ手伝うわ。おいおい、これどういうことだ。こいつのバナシスタントをやったのか。美月さんが教えてくれたの。そもそも私はバナシスタントの影響を受けてない。原因は他にあるんだって。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえじゃん。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。わあ、なんか賑やかだね。今の時代、合唱するっつったところで集まるやつなんかいねえが、パーティーっていや我先にと集まるもんだね。え、パーティー。ブートヒルさん戻ったのね。実はミカさんにたくさん助けてもらったの。ここにいる人たちのほとんどは私のことを信じてない。まして調和の力なんてもっと信じていないわ。でも彼らはミカさんのことを信じているから。俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。ファミリーに頼る以外の方法で困難を乗り越えるのはドリームリーフにとって初めてのことだからな。で、一体ここで何するつもりなの。言っても信じられないかもしれない。こんなやり方を認めるなんて、正直俺自身もどうかしてると思ってる。何ビビってやがる。俺は定期的に狂ったことをしねえと余計に狂っちまうんだ。ほら始めようぜ。クライマックスになったら俺が全員に一杯おごってやる。ここにいんのはみんないいやつだからな。先にお礼を言わせてくれ。ありがとう、ブートヒル。ただジェシーさんの代わりに伝えないといけないことがある。この前の7杯分のツケまだ支払ってないだろう。だがまあ今回はあんたに助けられたからな。その支払いは俺が持とう。今までいろんなイベントを開いてきたけれど、今回は特に特別だわ。本当にうまくいくかしら。心配すんな、ビッグスター。一つ面白い話をしてやる。この体を改造したばかりの頃、別に下手に触ったわけでもねえのに記憶モジュールが壊れちまうことがよくあったんだが、医者からは原因は修理が終わってから探せばいい、大事なことはとりあえず紙にメモしとけって言われたんだ。それからどうなったと思う。何日もメモする羽目になったのさ。ついでに記憶モジュールがよく壊れる理由も分かった。どうやら保存しなきゃなんねえものが多すぎたらしい。どうして今その話を。決まってんだろ。あんたが今信じなきゃなんねえのは自分じゃなくてここにいるこいつらだってことを教えるためだ。
ここにいる奴らの記憶モジュールは壊れちゃいねえ。タフな脳みそは何もかもを忘れて猿になるためにあるわけじゃねえんだ。そうだろ？そうね。それじゃあ始めましょう。むちゃくちゃな危機はむちゃくちゃな方法で解決するべき？俺はそうは思わねえ。ドリームリーフの歌は自由であるべきだ。始めようぜ、ビッグスター。いや、今は DJ って呼ぶべきだな。行こうぜ、七死人のジョージャー。それとも別々に座るか。いい、実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか？ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。それは大抵ただの通行人や大衆を撮影している時に感じられるものだ。この映画に登場する演者のほとんどは当然主役とは言えない。しかしそんな彼らの何気ないワンシーンの中にも人の心を救う魂の光を見ることができる。だが全てを失った時、彼らは何を求める？賢者の導きか、強者の手助けか。どちらも違う。私が思うに彼らに必要なのはカメラだ。そしてスクリーンの前に座った人々はこの世で最も素晴らしい物語を見ることができる。そんな複雑なもんか。監督さん、俺に言わせりゃそれこそが人生だ。前奏が聞こえるな。タンサンドは鳴き声のようで、六度音程は止まらないため息。計量をまといかける。私たちは死ななければならないのかと。しかし七度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければわからない。ロビンさん、俺にできることは？いいえ、もう付き添ってもらわなくても大丈夫。さっきまでは緊張していたけれど、それもすっかり収まったから。なんだ、もうパーティーの雰囲気に酔ったのか？そうじゃないわ。ただ今まで見落としていたものを見つけたの。見落としていたもの？あの壮絶な経験をした後、私の人生は変わって当然だと誰もが思っていた。でもそんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても長い時間をかけて吟味していろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか？いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら、突然聖歌隊は常に敬虔な心を持って団結することを求められていたことに気づいたの。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題はもしかしたら観客じゃなくて照明にあるのかもしれない。今この瞬間のように人々には清唱しか選択肢がないわけじゃない。それぞれ違う声を上げていてもお互いにつながることができる。それこそが調律なの。この調和の歌なら
不協和音さえも包み込むことができると信じているわ。私がドリームリーフの音を引き出してみせる。あれってロビンじゃない？うん、やべえ。クライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを迎えよう。